ファミツアップのみこだよ、イエーイ。なんでこんな静かなんですか。今日はモンギア収録の、特別編ということで中村プロデューサーに来ていただいてます。イエーイ。ラーメン大好き中村です。ラーメン大好き、はい、そしてママダさんです。よろしくお願いします。で今回の収録の趣旨はママダさんが説明してくれるんですよね。はい、今回ですね、ギアの、進化とオーブについてよりこう強力なギアを手に入れるためにちょっとこうみんなあんまり面倒くさくてやってないんじゃないかなと思ってちょっとぶっちゃけます ね、 東海議もありますし、ね、はい、もうぜひこう一段とも強くなるんで、一段と、はい、ちょっとその凄さを見せると、うん、こうもうちょっとじゃあ俺もやってみようかななんていう風になるんじゃないかなと思うこと、うん、と思ったんでこうやってみようと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ一緒にみんなで襲来大津の神に上級に行きたいと思います。はい、で私が立てたんでぜひぜひ入ってきてください。ファミワンのやつです。ファミワンね。ファミワンでパスワードが2266ですよ。もう2266すごい、すごいもんですね。すり込みってもう覚えましたもんね。もうよし。で私が私とファミ4のファミ1のミーコとファミ4の中村 P が、イグニスレイの進化、はい、レベル 70、さらに、オーブンついて強化しているという、攻撃力はこれは進化の分で高いのかな。さらに、非属性の、うん、非属性攻撃力アップと、呪縛の効果時間減少のオーブンをついている、大津の仕組み対策という、はいはいはい、でファミ3とファミ2、ファミ2が僕ですね、はい、こっちは、普通のイグニスレイレベルマックスにしただけ、オーブンもなしと、ほうほうほう、そういう感じになってます。はい、これで違いが分かるんじゃないかなと思います。HP とかもそうですね、全然違う。じゃあ早速クエストを開始してみましょう。はい、行ってみましょう。開始、こっち、ケイ大津の仕組み久しぶりだよ。そうですね、このお魚さんも久しぶりに見ました、ね、よしよし、はい、欲張った、欲張りました。そうそう、これね結構欲張ると食らうんですよね。一度欲張るとこう、そうなんです、流れがね、もうねずっと食らってる、まずいこれ。あ、やべ、欲張った、あ、大丈夫だった、おらら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 、来た、オッケー、危ねえ、危ない、危ねえ、欲張るとこだった。怒った時がね、攻撃早くなって危ないですからね、サクッと倒せてよかった。やっぱこのモンスターギアね、欲張るとダメゲーなんですよね。そうですね。でも双剣とかこう、そうですね、連撃でね効果が上がる系のはこうついつい欲張って早い、早いね、ほんと早いですよ、すごいなコンボもね、もう500超えてますし、もうすごい、でもダメージすごいですね、進化して。そう、ちょっとこのね見づらいと思うんですけど、表示されてるダメージがもう桁が違うんですね、ファミ1ファミ4の方と。すごい、これなんだっけ、危ない、意外とね遅いですね、この攻撃まで溜まってね、来る系が見えます。あはははは、全員やっちゃいました。欲張っちゃった、いや、はい、ダメージ終わら、あ、欲張った、あ、大丈夫、よっ、あー、 OKOKOK、 まあ、双剣はあの、うん、頭のギアバースでギア上げられますからね、4個あるから大丈夫ですよ、うん、あっという間です。それよりちょっとダメージ終わらだけ攻撃のギアバーストで打ち込んで、頭がお、あ、ヒザルマ、ヒザルマじゃない、熱そう、熱そう、ダメージが減る、ヒザクセイ、ヒザクセイか、あ、すごいすごい、これもね、振動耐性がついてますね、だからしか揺れないのか、そういいな、いいでしょう。まあ、こういった進化するとね、さまざまなこう良さがね、進化とオーブでですね追加できるので、うん、得点がいっぱいや。大津の仕官に行くとうときた、ダメージオーラですよ、
意外と長い、うん、意外と長い、ちょっと忘れてるな、くるくる、よし、よかった、大丈夫です、あー、危なかった、これ毒だな、毒が毒痛いな、これ毒の方がまずいんじゃないか、毒、そう、これあー、ダメージオーラになっちゃった、呪縛が来ますよ、ちょっと、でもこれ、毒で呪縛が大変、あの呪縛入んないですねやばい、これやばい、ちょっと、やばいこれ、なんかあ、来た、いや、私呪縛来た、来たか、毒で毒でやられました、呪縛効果なんで、到達しなよし、復活しよう、どうね、やっぱ詳細を見たいじゃないですか、まあ、詳細見たいですね、あ、これこれこれ自爆、おぉされなかったなんですか、すごくこういらないところで運を発揮してる感じがどうしたんですかね、あ、すごい、いつまでかコンボが止まっている、んちゃんとこうギアを上げてったから、だあさあ止まんちょっと呪縛に関してはあれですね、これちょうど呪縛入ったのに毒で死んだりとかして、そう、時間の差がちょっと分かんなかったですね、見てみましょう詳細でも、まあ、詳細をとりあえずポチッと、このこの差すごいな、ちょっとミーコさんがあれですけど、中村 P の方が何でしょう、正常な、正常なミーコなんでいつもこうなんかあれなんだろうな、まあ、これでも中村 P とミーコ同じ装備だからね、そう、なんでいつも、これも中村 P との腕の差なんだと、現実を見た方がいい、これがやっぱり P の差ですよ、 P の差なんですね、もう武器職人じゃダメなのか、そうですね、武器職人じゃ、ね、作るだけじゃね、ダメな、使う方になんないと、これぐらいになんないとやっぱ P はつかないです、 P はつかないとそこで P 関係あるいやでもやっぱすごかったな、普通 の、 あのまだ私たち進化してなかった時の、そうそうそう、やつの攻撃力と、まあ、でもミーコでも下がりましたからね、うん、俺とミーコでダメージ倍ぐらい近いですからね、全然違うからやっぱすごいよ、いいな、まあ、レベルが進化で60から70に上がってるっていうのと、うん、まあさらに、うん、あのオーブで、そうっすね、属性攻撃力、うん、非属性の攻撃力が上がってるんで、うん、非属性に対しては強いってことですね、だいぶ違いましたね、だから逆に非属性化とかをすると、あの非属性になっちゃうんで相手が、うん、もうあのダメージがすごい下がるんですよね、よし、いいな、進化させたいな、まあ、進化はあの限られたギアしか進化できないんで、そうですね、今のところ、まあ、あとはオーブですね、オーブの方が結構、まあ、どれも強くなるっていうことで、うん、攻撃力上がるのは相当でかいと思うんですね、特に双剣だとあのパーセントじゃなくて固定で、あ、攻撃力とかあの上がりますからね、おーおー、だいぶ違いますね、固定ってすごくないですか、パーセンテージなら双剣って元々一撃の、まあ、やっぱ攻撃力みたいなのはやっぱちょっと低いんですけど、まあ そうですね、そこがもう上がるのでだいぶ違ってきますね、すごい良くないですか、コンボ数稼げてダメージ力上がって、そうっすね、めっちゃいいじゃないですか、今ねだから双剣人気が今上がってきてますよね、え、双剣いいな、はい、これ1回作ります、じゃあそこ、はい、ということで大津の仕込みが終わりました、はい、まあね、双剣の強さが分かっていただけたんじゃないでしょうか、双剣じゃないです、あ、双剣とあ、オーブ、オーブと双剣じゃない、双剣はさらにこうオーブでいいなっていう、はい、いいなって、そうそうそう、双剣の紹介してた、双剣になっちゃったけど双剣の紹介になっちゃった、もう作る気満々ですやばい、夢中だね、はい、オーブと進化の紹介でした、ね、実はこれ前編で後編はメジェドを、はい、ちょっとねやっていこうかなと思っておるんで、見たいと思います、はい、ぜひ楽しみにしていてください、それじゃあバイバーイ、バイバーイ。